が1、2、ひねる、3、4、5枝を折るようなイメージですかね。自分の筋肉と向き合って自分の体のパーツがね、肘を上げたら手首を回す、手首を戻したら後ろで楽しい気持ちでやるとずっと続けられるんじゃないかなと思います。